いよいよシリーズも佳境に入ってきました。ボートレースからつ6日間シリーズ、モーニングレース朝時からつヴィーナスシリーズさよ姫特別、本日5日目の熱戦メインのカードに入ります。ただいまから準優勝戦3個レース、明日の優勝をかけての戦い、10レースの対戦メンバーは1号艇静岡の山下裕貴、2号艇福岡の大橋恵梨香、3号艇岡山の赤井睦美、4号艇愛知の水野のぞみ、5号艇静岡の鈴木成美、6号艇埼玉の原香織、以上6名の対戦です。枠なりの進入となっていきそうです。1号艇の山下裕貴、前節の優勝モーター29号機ですが、結局なかなか伸びはつかず、出足回り足で稼いできました。唐津は5年前初優勝を飾った水面です。2号艇の大橋恵梨香にコース、今日の前半2レースは大きくスタート遅れてしまいましたが、62号機はバランスが取れて乗りやすく仕上がっています。3コースは3号艇の赤井睦美、前節の鳴門でデビュー初優出を飾りまして、2回目の優出をかけての戦いです。素晴らしいスタート力、そして引っ張って4号艇の水野望み、角4コースそのままキープしました。5コースは5号艇の鈴木成美、乗り心地のいい39号機、そして6コース6号艇の原香織、6年半ぶりデビュー2回目の優出をかけて6コースから、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並べです。スタートしました第10レース3号艇、少しへこんで1番と2番が好スタートです。さあ、一周1マークの攻防は1号艇の山下インから丸、2号艇の大橋恵梨香、2コースから差し、これは入っていきそう。3号艇の赤井が握って回っておくところは4号艇の水野ですが、先頭2号艇の大橋、差しが入りました。スターター前提正常でした。一歩リードを取る2号艇の大橋恵梨香、2番手が残す1号艇の山下です。3番手に4号艇の水野、一周2マークは2号艇の大橋恵梨香がトップで回って、差し返しの1号艇の山下裕貴、ググッと差し返していきたいところですが、少し接触しながら2号艇の大橋恵梨香が前を行きます。3停止が来ました。1号艇の山下2番手、後方3番手は6号艇の原が浮上して、それに食い下がる格好になった4号艇の水野。2周1マークトップ2号艇の大橋、2番手が1号艇の山下、2対1の体系です。後方3番手は6号艇の原香織が完全につけ回って3番手リードを取りました。上位の体系は2番、1番、6番です。水垣4号艇の水野望み4番手、5番手は5号艇の鈴木成美、最後方は3号艇の赤い結び。2周2マークからホーム側、2号艇の大橋恵梨香、2番手が1号艇の山下裕貴、3番手は6号艇の原香織です。先頭から2、1、6、レースはこれから最終周回です。3周の1マークから向こう上面へ、2コースから差しが入っていきました。追い風水面です。2号艇の大橋恵梨香、そして食い下がる1号艇の山下裕貴ですが、あまり差は縮まりません。3停進ほどです。2番手2対1、後方3番手は6号艇の原香織、2対16、この3連単の図は満州圏で 124.5 倍を示しています。後方は4号艇の水野、5号艇の鈴木成美、最後方が3号艇の赤い結び。ラストコーナー2号艇、1号艇、6号艇と折り返し、第10レースまもなくゴールです。先頭2番大橋ゴールイン、1番山下ゴールイン、6番ゴールイン、4番ゴールイン、5番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。